宮崎の皆さん、東京パラリンピックの応援本当にありがとうございました。これから選手たちはもっともっと頑張って、より強くなっていきたいと思います。いつの日か宮崎県でもパラ水泳の、試合が開催できれば嬉しいなというふうに思っておりますので、ね、その時にはぜひ会場に足を運んで応援してもらえると嬉しいです。これからもよろしくお願いします。